気がついたか？たく、手間かけさせやがって。なんだ、これ。お前ら、一体、何なんだよ。捕まえに来た、助けに来た、話を聞きに来た。警察がお前を追ってる。モロキン殺しの犯人、それから前の2件もお前だろうってな。お前が全ての事件の犯人なのか？全ての事件、全て俺。そうだよ、俺だよ。しっくしょ、こんなクソ野郎に。諸岡の野郎だけじゃない。頭悪そうな女子アナも、小西とかいう女も、全部俺がやったんだよ。俺が全部だ。消えた？どういうこと？消えた。化け物め、消えやがった。ざまあ見ろ、チキシャー。おい、かなり消耗してる。とにかく早くこっから出さないと。ここ現実の世界だ。街のジネスだ。見てわからないか。なんで、な、とこ、なんなんだ、お前ら。やめろ。なんで、テレビが、え？ちょっと。いろいろあって混乱してるみたいだね。けど聞きたいこと山ほどあるかな。まず、どうしてこんなことをしたくな。さっさとハキハキ答えんしゃい。なんだお前、キングルミかそれ。バカじゃねえの、キモいぜ。キモい。うがー、ちょっと下がってろ、余計混乱する。事件の犯人はお前だな。本当にお前がやったのか。しつけんだよ、何度もそう言ってんだろ。なんでこんなことしたの。人を3人も殺そうなんて。町の騒ぎ見たろ。大騒ぎだ。俺がやってやったんだ、全部一人でな。目立ちたかったってことなのか。私や他の人を狙ったのはどうして、どうやってさらったの。だよ、見たことあんなと思ったら。お前ユキコじゃん。今さら俺と話したいとか。ありえねえよ、今さら。答えて。私のこと恨んでたならそれでいい。けど他の人はどうしてなの。笑える、すげえ必死になってんの。誰だってよかったんだよ。どいつもこいつもムカつくやつばっかだ。誰でもいい？本当にそんなことで選んでたのかよ。こんなやつに先輩が。てめえ、覚悟はできてんだろうな。何？俺を殺そうっての？
殺すだ。クソが、思いやがんじゃねえ。てめえは取り返しがつかねえことをしたんだよ。きっちり償って落とし前つけやがれ。くたばっていいのは、てめえのしたことがどんだけ重いか、骨身で分かった後だ。なんでだよ、ちくしょう。で、こんなくだらねえ奴に。警察。え？何ぼさっとしてんだよ。こういう時の百刀番じゃねえすか。そうだな。花村。足立さん、嬉しそうだったね。まあ、これで俺らの役目も終わりってことかな。けどさ、目立ちたいだけなんてあんまりだよ。あ、いや、意味があればいいってことじゃなくて。分かってるよ、心配すんな。終わったね、全部。あとは警察に任せよ。これでクマの世界も平和クマね。うん、よかったね。ほんと、いろんなことあったけど。逆なんとかね。だから、どこまで粘着なの？え？あ、逆なん？いいの、知らなくて。幹事くんもサウナのこと忘れてほしいでしょ。う、そ、そりゃなんかずるい。私もみんなの見たかった。そっか、俺らだけか、全員分見たの。ねえ、花村のってどんなんだった？そろそろ時効でしょ、教えてよ。格好悪かった、よく覚えていない、同じようなもの。まあいいじゃん。で、そういえばお前の時何もなかったんだよな。へえ、本当かな。やっぱり先輩は特別な人。さすが先生。けどリーダーって呼ぶの考えてみりゃしまいなんすかね。そっか、なんかちょっと寂しいね。ねえ、打ち上げしよう。ドラマの撮影とかだと必ずやるよ。楽しいし、終わったって実感できると思う。ああ、打ち上げね、いいかも。いっちょパーっとやっとく。クマ、ユキちゃんのお家行きたい。宴会、お座敷、温泉、浴衣、芸者、浮上も、うわうわ。そっか、先輩ん家温泉旅館か。あ、天城先輩も入ってる、温泉。口に出すなって、変態っぽいから。あ、楽しそうだけど、今日はちょっと無理かな。あー、夏休みでシーズン中だもんね。お部屋いっぱいか。ダメクマか。今度ね、約束。あー、じゃあさ、代わりにお前んちとかどうよ。あー、でもおじさんに何の打ち上げって聞かれたらやりづらいか。問題ない、よし来い。七子はいるけどいい。やりましょう。うん、行っちゃいます。そっか、おじさん刑事さんなら今日とか帰れないかもね。七子ちゃん、お腹空かせてないかな。じゃあ、みんなで何か作るのはどう？
先輩たちお料理得意なの？まあそれなりに。何を言っているんだこの人たちは。林間学校の時の記憶をどこへ置いてきたんだよ。あの時はたまたまだって言ったでしょ。そうだよ、材料を少し間違っただけ。頼むよやめろって。これ以上心に傷を負わせないでくれ。ねえ、私も料理得意だよ。先輩に作ってあげたいな。じゃじゃーん、クマいいこと思いつきました。料理対決でモッキュモッキューの巻きみたいな。つか料理対決だ。ますます嫌な予感すんな。お面白そうじゃん。私が勝っちゃうけど、イベントの絵的にそれでいいの？頼む、お前も作れ。お前に一筋の希望を感じる。じゃあ君が男子代表、ななこちゃんが審査員ってことで。俺も味見役ならできるぜ。クマも味見役ならできるぜ。大変おいしゅうござんましたって言うんでしょ。ぬぅ、燃えてきたぜ。よし、早速下の食品売り場へ出発じゃ。ジュネス食品売り場。料理対決に関して七子に電話をしておくことにした。はい、東島です。あ、お兄ちゃん。うん、今日も遅いって。え、ご飯？お兄ちゃんたちが？ななこちゃんに何が食べたいか聞いて。食べたいもの？何でもいい。遠慮してるんだよ、もっと聞いてみて。オムライス、オムライスがいい。オムライスね、いいチョイスだ、ナナコちゃん。さすがにそんくらい無難なら食べられない物体にはならなそうだ。あれ、どうした？別に。じゃあ食材取ってくるから。全員オムライスなのになぜ別々の売り場へ散っていくんだ。こりゃお前に全力で協力しないとな。欲しい材料取ってきてやれよ。行ってみ。どんなオムライスにしようか。これぞ定番ケチャップ系、和洋の出会い醤油系、ハーブたっぷりプロヴァンス風、気高い方向地中海風。あー、どうしようかな。醤油系ですかね。頑張ってみましょう。一通りの材料が揃った。フォアグラ、さすが見逃さないね先輩。スペシャルなオムライスって言ったら極めつけはこれでしょ。先輩たちにも食べさせてあげる。そうだ、あーしてあげちゃおうかな。前に先輩たちとても言葉では表せないようなひどいもの食べさせられたって聞いたから。あれはひどかった。
く藤川さん、調子に乗ってられんのも今のうちですことよ。一撃で仕留める。おーおお、早速セメント前みたいな空気になってるっすね。ちょっとそれお酒は。あ、やべ。あれ、そういえばクマくんは。ねえねえお姉さん、これ食べていいものなの。まあいいのよ、好きなだけ食べちゃって。お姉さん優しいな。これももう焼けたよね。こっちも焼けたわよ。あら、もっと食べたいの。じゃあこっちの商品も開けちゃおうかしら。お姉さん美人だね。うまー。ダメよ、私息子もいるんだから。食べてみたいんだこのお肉。お姉さんに焼いてほしいんだ。怒られちゃうわ。無理だって。あいつ死めっぞ。本当だ、打ち上げすると実感するや。事件ついに終わったんだ。ねえねえ、すごいよね、本物のリセちゃんだよ。クマ、そろそろあっちに帰らないといけないな。どこかに帰っちゃうの。もう約束が済んだからね。約束か。じゃあ、ナナコと約束したら帰らなくていいの。ナナちゃんと約束。遊んでもらう約束だね。クマは先生たちに約束を果たしてもらったよね。だからもうあっちに帰らなきゃ。約束なんか忘れていた。気にしなくていい。でも約束は約束だし、破ったらよくないし。クマがいないと寂しい。ナナコとの約束は。クマ行くな。した。クマ、帰らなくて本当にいいのかな。クマの方からじゃなくて、ナナちゃんの方から約束。とっても嬉しい。ありがとう。クマは目を潤ませている。さあ、ということで、ランク4ですね。ありがとうございます。上がりましたね。お、リカームか。いいね。どうしよっかな。どれもいいんだよね。変えちゃうか。リカームは欲しいわ。約束ができたから、もう少しジュネスでお世話になりたい。お願いできますか、お代官。はあ、バッカだな。当たり前だろ。勝手に職場放棄すんな。だいたいお前がいなくなったら。できた。はい、邪魔邪魔先輩。
ないって。どうぞ召し上がれ。まあ待て、いきなりナナコちゃんに食べてもらうってのはそのいかがなもんかな。こっち見んな。ああ、毒味役ってことっすか。毒味ってひどい。じゃあ私のはまず花村先輩食べてみて、絶対美味しいんだから。俺が一番でいいのか。いや実は何気に期待してんだよ。そうじゃなくたってリセッチ手作りの料理食べるとか普通絶対ない体験だろ。じゃあいただきます。これはナナコちゃんにはやれないな。やった、美味しくて独り占め宣言。とりあえず食べてみようか。いただきましょう。辛い。辛さと熱さで溶岩のようだ。フォアグラらしい食感など全く見当たらない。だんだん鉄のような味がしてきた。なぜだろう、口の中で鈍痛がする。これはナナコにはあげられない。味見は、んじゃ、俺っすね。おい、そんな無防備に。ちょっと、何か言ってよ。いや、その、なんつんだ、不毛な味っていうか。不毛？不毛って味に使わないでしょ。美味しいの、どうなの。危険物ではないようだ。特別な味は何も感じない。いや、味を全く感じない。素材の味さえもない。やば、どうなっているんだろうか。逆に気になるよね。美味しくはないっすね。なんかこう、オフを生でかじったみてえな。こんだけいろいろ入ってて全く味がしねえって、ある意味才能じゃねえすか。繊細な味がわからないだけよ。おいしいよ。ナナコちゃん。じゃあ次は私ので。緊張するな。けど絶対うまいと思う。今度こそ。クマがいただきます。どう？うわ、まずい。ドストレートですね。陽介たちも食べる。クマよ、ほれ。自分でまずいっつっといて。お前、ああなるほど。普通にまずい。いやほら、でもさ、前のカレーに比べたら格段の進歩じゃん。普通にまずいってのが一番きついから。しかも慰められた。これも美味しいよ。ナナコちゃん、もう本当だ、普通にまずい。これリセちゃんの食べてみなよ。絶対私のが美味しいんだから。わっ、
撃で仕留めた。ま、天城や里中のもうまくはなかったけどさ、ぶっ倒れはしないかな。子供にはわからない味なんだもん。大人の味なんだもん。先輩たちがお子様なんだもん。私先輩も作ってたっすよね。お兄ちゃんの、いただきます。すっごい美味しい。これはもう勝ちましたね。ありがとうございます。こんなオムライス初めて食べた。すごい美味しい。料理は大成功のようだ。大喜びで食べてくれている。よかったよかった。奈々子は全部食べてくれた。わあ、いい子、いい子すぎる。何から何までいい子すぎる。奈々子ちゃん、お腹いっぱいになった？俺らは減ってるけどな。なら食べる？台所に残ってるよ。普通にまずいのが。ところでさ、提案があるんだけど、今度お祭りあるだろ？商店街のさ、あれみんなで行かないか？あ、賛成。うほー、ひょっとして浴衣くまか？お祭り、ななこちゃんも一緒にさ。一緒にいいの？もちろん、ななこがいいなら。もちろんですとも。決まりだな。出店で買うと大したもんじゃなくてもうまいんすよね。またふう、今度はまともなもんにありつけそうだぜ。商店街の祭りにみんなで行く約束をした。犯人は無事に捕まえた。あとは警察の捜査を見守ろう。お祭りは8月20日だ。頭に入れておくことにした。楽しみですね。さあ、8月の2日です。今は警察の動きを待つしかない。今日は何をしようか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。